6月3日の朝です。台北市内は今雨が降っています。この雨は今日一日中になるみたいです。で、雨降っててもスクーターはたくさん走ってます。ここは公園ですが、台北市内にはこのような木がたくさん生えてる、場所がいっぱいあります。この木はそんなに大きくないですが、他の場所行くとものすごい太い木が生えてます。木の種類はよくわかりません。でも、これは、名前は知りませんが、こういう花の生えた木が、生えております。このようにそんなに大きな、道路ではないですが、なんて言うんでしょう、道端に街路樹がたくさん生えております。この街路樹もそんなに太くありませんが、もうそういえばあれですね、電線がみんな地中化されてるんですかね。こういう道でも電線がないからこういう木も生えるんでしょうか。この木の幹はそんなに太くないですが、これが太くなるともうこの数倍の太さになります。この辺がすごいことになってる木ですね。これ木っていうか根っこなんですかね。これが1本なのか何本なのかも分かりませんけれども、これ何なんですかね。これこの植物はこれなんか書いてありますね。木の名前が書いてあるみたいです。インディアローレルフィグです。これはさっきと違う木ですかね。なんか白っぽいですね。こういうのも生えております。台北市内をちょっと歩くとこういう公園が至る所にあります。それにしてもすごい雨ですね。ということで、台湾台北の街路樹リポートを終わりたいと思います。ちなみに今回の撮影は iPod Nano のビデオカメラ、編集は iPad のリールディレクターでやっております。